下ネタじゃねえかということでですね、こんなもんが売ってました。大人のチョコバッツゴツゴツしてますね。いやもうええわ。クリスピーサンド期間限定ショコラベリー。下ネタじゃねえか。いやこれは下ネタじゃないけど、俺が、うん、なんか知らんねんけど、うん、ツイッターに俺あの中川翔子ショコタンね、ああフォローしてなんか知らんけど俺多分パンで当たってもうたんやと思う。嘘つけよ。え嘘つけよ。何がや好きなんだよ。ギザ興味ないし。いやめっちゃ興味あるんけよおいセクシーね。いや乱用すんなで、なんだショコタンが、あ冷凍庫にな爆入れしとってそれ、うん、芸能人やな、うん、いやじゃそういうことじゃなくてね、それぐらいうまいんかなと思って。あなるほどね。で、原田さんさ好きやんか、うん、アイス。アイス好きよ。サンドの飯よりアイス好きやんか。そうそう、サンドの飯の後にアイス食うからね俺はすごいな、イド。おいおい、センターずれてんぞ疲れたんかな、つっていうちょっとあっ1位です。何に比べて、あのハーゲンダッツの期間限定のやつ、前なんか見たらしいみたいなの食べたやん、あれが今まで1位やってんけど、あ、超えた。これはめちゃくちゃうまい。コーティングしてあって、最初食べた時に全然ベリーの味せえへんのよ。チョコが買っちゃって、その後にベリーが来るんですよ。お前だったら冷凍庫何個入れる？3つぐらいかな普通やな、うん、驚愕です。お前の3つの発言に対して驚愕の。これはね、うん、ちょっとしたご褒美めっちゃいいと思う。うん、これ食べてみて。これ食ってんのに何が大人なの。ほろ苦ひと振りのほろ苦。下ネタじゃねえ。いやお前それを今からさ食べようとしてんねん。どうどっちの方がうまい。どういやおい、どうあ、ほんとや負けるに決まってんやん。これ具が悪い。50円これ、うん、これ300円ね、うん、これね、これ300円、これ300円、うん、どっちの方がうまい、うん、こっちやってダッツ早く帰りたいもん、ダッツの方に。おー、わんぱくわんぱくちゃん、これめちゃくちゃうまい。ああそう、中とチョコとラズベリーのコントラストがセクシー。受けへんかなっていいやん。いやいやだって、いやお前が勝手にさ俺のやつ使って受けへんかってきたんじゃないの。一回食べる価値ありと。ハーゲンダッツ好きなの絶対食った方がいいよ。わかりました。うん、じゃあしょこたんの味覚は正しかったということで、うん、しょこたんと着替えそうや。今度飲みに行きましょう。チャンネル登録するのが